最近さ森山天狗なんだよ今俺だいぶモテるあのスコラーが上がってからずっともうダメだこいつもうこれでも気づけた昨日俺は自分で天狗であることを自覚しで天狗であることがヤバいっていうことを藤とずっと喋ってただからだいぶモテるだからねお前らもねスコラーやった方がいいよ森山さんだったからモテたんじゃないですか僕とか藤もやってもでもそうかもしんない結構自分がどれぐらいモテてるかっていうのさ分かるんだよ大体この時期あんまモテてない昔動画を全然上げてなかった時とかは、うんあんま持っててない、うん、最近は動画あんま上がってなかったのにバリ持ってたそれはスコラーの影響だねでもなんかモテてればモテてるほど次も頑張んなきゃなんてなるから俺は努力する天狗森山ですドロテンまだ伸ばすんねあこれでねマジであのやんなきゃなったら終わりだと思う落ちぶれるやつって大体酒と女に溺れて終わるから俺らや溺れないようにしようだから彼女作るわえ彼女作ったら俺は天狗じゃなくなる彼女募集またもうモテようとしてるまたモテようとしてるもうちょいもうちょいモテたいモテるためには登録者とか増やしていかなきゃいけないあ知名度だけじゃん知名度だけするか登録者100万人だよ俺また開けやアフロで開けるはい知ってくれる人の幅が増えたから全部おっぱごみたいになっちゃう悩み日本一取ったみたいな日本取ってから言って結構冷静に考えた方がいいあのモテるようになったって思った方がいいそれはリスクだからモテるようになったらハニトラのリスクとかいろいろあるんだよ、うん、モテるようになったってことは自覚しといた方がいい、はい、天狗からのありがたい条件天狗行くぞ天狗行くぞ行くぞなんかいいねいいね楽しいね、うん、有名になった俺がさこういう下町を歩くっていうのも逆にお前日本一取った唇やめろってやばいよこいつマジで俺言いたいことあるわ俺らいろんな人会ってきたじゃん今年、うん、結果俺ら一番いいチームだ天狗だったな違う今感謝の字を述べるのかと思った人を見て分かった俺ら一番いいチームうん間違いないなるほど俺らは唯一無二類まれなる才能の持ち主ちょっと待ってたまたま集まってしまっただからさよく言われるじゃん、まあ、エビスチャップ入りたいっすなんか協力させてくださいお前は類まれなる才能を持ってるのかって思ってあ急に当たりやつよくないまあ今日スコラーがいるからねこいつ最近調子乗ってんだよだけねえ女いねえ今日打ち切ってんの痛い痛いじゃねえはいチーズ完全に天狗ですえ、分かった俺がモテるんですどうもこんばんは森山ひろやすです本日は同居人を追い出してまで女の子とスコロとしてなんですけど女の子に明日早いので帰ると言われてしまい敗北してしまったことを心から謝罪申し上げますどうもすいませんでした静かに佇むストロングゼロスコラは無敵だと思っていましたが間違いでした天狗の鼻が折れる瞬間それが今日なのだなと実感いたしましたありがとうございました